その通りだ。ビリー・タイバーの言う通り、俺は悪者だ。世界を滅ぼしちまうかもしれない。だが俺にもお前たちが悪者に見えた。あの日、壁が破られ、俺の故郷は巨人に蹂躙され、目の前で母親が食われた。俺には分からなかった。なぜだ、ライナー。なんで母さんはあの日巨人に食われた。それは俺たちがあの日壁を破壊したからだ。なぜ壁を破壊した。混乱に乗じて壁内に侵入し、壁の王の出方を伺うために。その任務とは。思想奪還し、世界を救うことだ。そうか、世界を救うためだったら、それは仕方ないよな。あの時言ってたよな、お前らができるだけ苦しんで死ぬように努力するって。そのために来たんだろ。ああ、言ったっけ、そんなこと。忘れてくれ。確かに俺は海の向こう側にあるもの全てが敵に見えた。そして今、海を渡って敵と同じ屋根の下で敵と同じ飯を食った。ライナー、お前と同じだよ。もちろんムカつくやつもいるし、いいやつもいる。海の外も壁の中も同じなんだ。だがお前たちは、壁の中にいる奴らは悪魔だと教えられた。まだ何も知らない子供が、そう叩き込まれた。一体何ができたよ、子供だったお前に。なあ、ライナー、お前、ずっと苦しかっただろ。違うんだ、エレン。俺はあの日、マルセルが食われて、兄とベルトルトは作戦を中止して引き返そうとしたのに、俺は二人を無理やり説得して作戦を続行させたんだ。俺は英雄になりたかった。誰かに尊敬されたかった。俺が悪いんだよ。お前の母親が巨人に食われたのは俺のせいだ。私はこの地を恨みました。他の誰よりもエルディア人の根絶を願いました。もう嫌だと、自分が俺を殺してくれ。ですが、私は死にたくありません。それは私がこの世に生まれてきてしまったからです。我々は国も人種も異なる者同士です。しかし、強大な敵を前にした今こそ一つになる時なのです。だから今、死にたくない者は力を貸してほしい。どうか一緒に未来を生きてほしい。皆で力を合わせれば、どんな困難も乗り越えていけるはずです。やっぱり俺はお前と同じだ。どうか私と共に力を合わせてパラディ島の悪魔と戦ってほしい。多分生まれた時からこうなんだ。私、ビリー・タイバーはマーレ政府特使として今ここに宣言します。俺は進み続ける。敵を駆逐するまで。